声楽家のボイトレマリオのラボ、堀江マリオです。マリオのラボ、今回もよろしくお願いします。今回はですね、コロナの自粛でみんな家にいること多いと思うんですけど、なかなかこう声をしっかり出す機会って今ないじゃないですか。なので家の中にいても歌の筋肉を落とさない方法っていうのをちょっと今からお伝えするので、まあね、もちろん普段歌をやってる人とか、ただまあプロもアマも問わず合唱やってたりとか、クラシックのコンサートやってたりとか、そういう人の何か役に立っていれたらいいなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。というわけで早速やっていきます。短いシリーズでちょっと何発か上げていこうと思うんですが、ちょっと椅子邪魔だからとかする。よいしょ。ですね、前に投稿した7つのチャクラっていう話の中にも出てくるんですけど、声を若返らせるっていうタイトルで確か出したと思うんですけど、マニプーラチャクラとアナーハタチャクラって言いまして、腰周りと胸周りを鍛えるっていうことをした方が、家の中いても大きな声出さなくても発声の能力ってあんまり下がらないのでおすすめです。簡単に言うと横隔膜を鍛える方法なんだけど、でやってみますね。でイメージする方法は、体の真横、これの肋骨の一番下って皆さん触ってわかります？意外とね、後ろの方にあるんだよね、肋骨の一番下ってね。前の方はこう斜めにこう傾斜して下がっていって、でこの一番下が来るのがこう脇のずっと伝っていって下、脇の真下のところまで行ったところにこの肋骨の一番下って来ると思うんですけど、ここら辺を膨らませるつもりで息を吸う。お腹を膨らませるとか胸膨らませるとかじゃなくて、脇からずっと下がっていった一番下、肋骨の一番下ですね、ここを横に膨らませる、横に膨らませるつもりで息を吸います。これが一つ目。みんなやってみようか。はい、大きく息を吸って脇の真下、肋骨の一番下まで入ってるかな。で楽にまず吐く。はい、もう一回、肋骨の一番下、脇の真下、ここによく吸って、脇の真下って言い方違うか、脇からずっと伝っていった一番下にある肋骨の端っこ、はい、ここに吸って、でそのまま息を15秒止めます。いいですか。はい、大きくもう一回、楽にして、もう一回大きく息を吸って、したら15秒止めます。せーの、1、2、3、一応時計見ながらやってる。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はい、楽にして結構苦しい。これ一つ目ね、肋骨の一番下、ここを膨らませた状態のこの筋肉をなるべくキープするというか鍛える。はい、縮んだ状態にどうしてもなってきちゃうんで、家の中であんまり大きい声出さないでいると縮んできちゃうんで、広げた状態をキープするっていう筋トレね。でもう一つは、ちょっと椅子を出そう、よいしょっと。もう一つはこれね、歌の人って結構これ嫌がるんだけど、剣式呼吸って言って肩を上げて吸います。肩ね、この肩口に肩上げて吸います。大きく吸って、肩の中まで、この中まで、肩揉んだ時に硬いですねとか柔らかいですねとかいうとこね、この肩の中まで息するつもりで吸って、はぁ、楽に吐く。でこれ何の効果があるかっていうと、肺の中って、この肺の一番下、一番下はさっきやったこの脇のずーっと伝っていって一番下ね、今度一番上ね、肺の一番上って鎖骨より上にあるのね、肩の中にあるんですよ。肩の中に肺の一番てっぺんがあるのね。だからこの中に吸おうとすると、この胸板というか胸の中に吸おうとすると、肺のね3分の1ぐらいしか使えてないの、ね、ここから上のパーツ、ここから下のパーツ全部吸ってようやく肺活量ってパーフェクトに使えるんだけど、家の中にいるとそこ全部使えないので、なかなか。で今やるのはこの剣式呼吸ね、肩を上げて肩の中にしっかり吸う。で吐き出す。はあ、この時は力を抜いて、じゃあもう一回やりましょう。はい、剣式呼吸ね、肩を上げて肩の中に息吸って、そしたらもう一回楽に吐きます。で次のチャレンジはさっきと同じ15秒止めます。いくよ、肩の中にしっかり吸って、この姿勢のまま15秒いくよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はい、楽にして、わ
はあ、これも結構ね、普段使わないこの呼吸の筋肉を鍛えられるのでいいと思います。普段歌ってる時ってあの肋骨と肋骨のこのさ間、肋間筋っていう筋肉があるんだけどさ、こいつを普段柔軟に使ってるわけですよ。でそれで気づかないうちに肺の中を全部ちゃんと使ってるので、上とか下とか肺の上の方とか上葉っていうんだけどさ、とか肺の下の方、さっきこの肋骨の一番下、脇からずっと伝っていった一番下横の方の、ね、側面ね、はい、ここの中にというか、こんなとこまで本当はないんだけどさ、下葉って言って肺の一番下があるわけですよ。ここは横隔膜がつながってるんだけどさ、でこのパーツを全部しっかり普段から筋トレというかストレッチ、今やったみたいなことですよ。このとどめておいて、引っ張った状態でとどめておいて、でキープするっていうこのストレッチ、筋トレかな、うん、やっておくと、あの歌うための筋肉が落ちない。はい、これはあのマニプーラチャクラとかアナーハタチャクラっていうんだけどさ、この声の支えね、はい、これをじゃあ今度組み合わせます。組み合わせるっていうのは、よいしょ、もうちょっとこっち行くとこ、はい、肋骨の一番下にまず息を吸うよ。はい、吸って、そのまま今度肩の中に息を吸って、じゃあ15秒キープ、せーの、いくよ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はあ、はあ、もう一回やるからね、もう一回やるよ。はい、脇のずっと伝っていった一番下、体の側面ね、肋骨の一番下ね、ここの中にまず息を吸います。しっかり吸って、しっかり吸って、しっかり吸って、はい、今度肩を上げていいので剣式呼吸、上葉の中に息を吸います。これつなげて息吸おうね、下も上も連続してどっちも息入ってる状態ね。はい、このまま息止めて15秒、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はあ、はあ、はい、どうですか、声ちょっと出やすくなってるはずなんですよ。なんか響かん響くようになってると思うのね。はい、じゃあラスト、めちゃめちゃ苦しい練習をします。あのめちゃめちゃ苦しい、ちょっとね、運動部っぽいんだな、この練習って。運動が苦手な人もちょっとやってみて。はい、脇のずっと下を伝っていって、肋骨の一番端っこ、一番下ね、そしてこの鎖骨の中、肩の中ね、ここにある、肺の一番上、この全パーツ息をしっかり吸ったらですね、ここから空気椅子をします。ちょっとやってみるね。はい、まず一番下に、はい、肋骨の一番下に息を吸って、体の側面ね、そして肩の中も息を吸って、このまま空気椅子します。で息をあのゆっくり細く歯と歯の間から吐きながら、こんな風にします。いくよ、あーきついよやってみよう。これも15秒かけて降りていきます。はい、あの途中で挫折してもいいから、ちょっとチャレンジしてみて。これもちょっと時計見ながらやるわ。どこ、ここ置けばいいか。いくよ、はい、肋骨の一番下、脇から伝っていって一番下に息を吸って、体の側面、肩の中も吸って、はい、満帆になったら頭の上で手を組んで、はい、空気椅子します。いくよ、15秒、せーの、はあ、はあ、いい運動だわ。私これやってるだけでもさ、だいぶ痩せると思うんですよ。あのダイエットにもいいと思うんで、ぜひやってみて。ロングブレスダイエットとかって、まあ、あのちょっと前流行ったじゃないですか。あんな感じですよ。はい、今みたいな感じね。はい、肺のとにかく一番下と一番上に息を吸ったら、そこから横隔膜に圧力をかけるっていう練習をします。それによって横隔膜がしっかりこうストレッチされていく、で歌いやすくなる、声も出やすくなる、うん、大きい声お家で出せないなって人はぜひやってみてください。声を出すってことは声帯を
圧着する、声帯圧着、これは声帯閉鎖って言いますけど、声帯を閉鎖する能力と、もう一つはどこに響かせるかっていう、まあ、この掛け算によって発声って生まれるんだけどさ、それをコントロールするためにも根本的にそもそも肺活量をちゃんと使えて、肺活量をちゃんと使えてるかどうかってすごく大事なので、この肺の筋肉を落とさない、まあ、肺周りというかね、呼吸の筋肉を落とさないってことをぜひ意識して毎日意識して毎日過ごす、なんだろうな、あの人前で歌える日が来るまではそういう地道なトレーニングをしておいた方がですね、あの取り戻すには早いと、早いどころか、あの特別何もしないでもスッと歌えると思う、人前に出た時に。あのここも防音の部屋じゃないから、正直そんなに大きい声出せない分、普段こういうトレーニングしてるけどね、人前で歌う時そんなに困らないので、うん、あの電車の中でもなんならするし、あのホームで待ってる時とか、とか仕事の合間とか、こういう呼吸のトレーニングしとくと、あの発声っていうの別に声を出すだけが発声じゃなくて、あの発声するためのこういう体の準備しっかりしておいた方が、はい、この緊急事態宣言明けてすぐ本番とかできるかって分かんないけどさ、まあ人前で歌う機会がもしあったとして、もちろん注意しながらだけど、あのそういう機会が来た時になかなか勘が取り戻せないなって言って何ヶ月も悩むとかいうことがないので、しっかり体を開けるってことをやってみてください。はい、今回はこれで終わります。というわけで、あのこの家の中で自宅待機してる間に発声を復活させようシリーズ、また何本かあげるので、ぜひ参考にしてみてください。あのプロもアマも問わずぜひやってみてください。ツイッターでもいろいろ発声の情報を発信しているので、ぜひこうコメントのフォローしてみてください。で YouTube のチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。またで、元気で乗り切ろうコロナ。じゃあね、バイバイ。